俺の知り合いにな、高校の同級生と付き合ってた奴がいたんだ。大学は別なとこ行ったんだけど、付き合いは続いてな。卒業して就職したんだけど、その後も毎週会ってたそうなんだ。で、何年かして、そろそろ結婚でもするのかなと思ってさ。その後、彼女とどうなんだって話しよったらさ、なんか暗い顔して言うんだよ。この頃、なんかツンツンしてるっていうか、突然怒り出したり、文句言ったりするんですよ。この間も、自分の胸をじっと見つめながら、あんたが吸うから伸びちゃったじゃないの。って、こう言うんですよ。え、伸びた？思わず聞き返したよ。ですから、俺が何年も吸い続けてきたから、彼女の乳首がですね、伸びちゃったって言うんです。あ、ああ、なるほど。そりゃ、そういうこともあるかもわからんね。いや、まあ、そういう事情なら、どうしたって責任取らなくちゃいかんだろう。何年も何年も、チュー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 吸い続けて、伸びちゃったんだもんな。そりゃ、怒るよ。そう言ったら、しょぼんとしてな。で、その後しばらくして、責任者はとうとう観念して結婚したんだけどよ。いろいろと切ないよな。